真鍋義郎は、日本出身のアメリカ合衆国の気象学者。愛媛県生まれ。1953年東京大学理学部卒。1958年同大大学院博士、家庭修了。同年アメリカ国立気象局に入り、後に、主任研究員に。同年アメリカ合衆国国籍を取得。大気大循環に、海洋大循環を考慮した新しい大気。 海洋結合モデルを開発、気候変動の研究に適応した。地球科学分野での数値シミュレーション導入の先駆的存在である。特に地球温暖化の研究では世界的に知られ、1988年には北半球で温暖化が先行すると発表し、注目を集めた。1968年からプリンストン大学客員教授を兼任し、 1997年、帰国、科学技術庁地球フロンティア研究システム、地球温暖化予測研究領域長に就任。その後2001年にサイトベース、プリンストン大学研究院に転じた。AB1992 プロフィール、JPDF 朝日ガラス財団、藤原省歴代受賞者一覧、公益社団法人日本気象学会、クラフォードプライズ。 ツーレジェンダリークライメートリーサーチャンスレシーブディスイアエスクラフォードプライズありがとうございます。